もうこんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっとあなた何をしてるんですか。やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私を掴んでいる手をはたき落とすと父親をにらみつけた。たこ焼き屋の娘なんて俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい。財産、誰のですか。もしかしてあなたのですか。私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか。無理でしょう。私は望み、現在主に父親の仕事を手伝っている。その仕事はたこ焼き屋さん。私の担当は父親のたこ焼きを世界中の人に知ってもらうために営業をかけることだ。父親がこの仕事を始めたきっかけは母親が他界したことにある。それは私が中学生の時だ。病に倒れた母親はあっけなくこの世を去った。その現実が受け止めきれなかった父親は仕事を辞めお酒に逃げ、毎晩仏壇の前で泣いていた。私は高校へ進学するものだとばかり思っていたが、荒れ果てた父親にお金を出してはもらえないだろうと判断し、進学を諦めた。そして中卒で働き始めたのだ。そんな私を見て父親は以前の姿を取り戻し、たこ焼き屋を始めた。私も仕事の兼ね合いで営業の仕方や経理などを習得していたから、父親の仕事を支え、もっと大きくしたいという気持ちで奮闘していた。そしてその甲斐あって地元では有名なお店に成長したのだ。そんなお店を見て私のモチベーションも上がる。その日、私はいつもひいきにしてくれている社長のもとを訪ねた。すると社長はニコニコとしながら応接室へ招いてくれた。呼び立てして申し訳ない。忙しい中時間を作ってくれてありがとね。でも今日は仕事の話ではないんだ。これを見てくれるかな。すると秘書が冊子のようなものをテーブルに置いた。失礼します。私はそれを手に取り中身を確認する。え、これは初めて見るお見合い写真というものだ。お見合い写真ですか。そうなんだよ。この子ね、とてもいい子なんだよ。のぞみちゃん、今付き合ってる人いないんだったよね。まあ、はい、そうですね。じゃあ一度会ってみない。これはいつもお世話になっている社長だし断れない。わかりました。おう、いいね。じゃあ来週の週末開けといてね。その一週間後、あっという間にお見合いの日がやってきた。父親も急な話に驚いていたが、お世話になっている社長からの話にまんざらでもなさそうだ。スーツなんて久々に着るな。大丈夫、意外と似合ってるよ。父親がスーツを着るのは会社員時代ぶりだ。私は当時の父親を思い出し懐かしい気持ちになった。いい人だといいな。まあそうだね。正直結婚を意識したことのない私には社長の付き合いくらいの感覚だ。お見合い場所の料亭に着き、私と父親は中井さんに部屋へ案内され、襖が開いたと同時に写真に写っていた男性と目が合った。先についていらしたんですね。お待たせして申し訳ありません。約束の15分前ではあるが、先方が先に待っている形となった。男性に視線を向けるとこちらをじっと見つめている。はじめまして。この度は急なお話にもかかわらずお越しいただきありがとうございます。
彼の母親はとても綺麗な人で気品がダダ漏れだ。しかし彼の父親は無然とした表情を崩さない。こちらこそ、この度はこのようなご縁を頂戴いたしましてありがとうございます。社長さんから伺っている通り、のぞみさんは可愛らしいお方ですね。のぞみさんは営業をしながら経理も担当していらっしゃるんですって。はい、父親の仕事をそのような形で手伝っています。いいわね。大学ではやっぱり経営を学んでいらしたの？お父様もご優秀な娘さんをお持ちで羨ましいですわ。はい、私にはできすぎた娘です。今度ぜひ私にもご教授いただけないかしら？そんな、人に教えられるほどのものではございません。まあ謙虚なお嬢さんですこと。社長さんのごひいきということは、さぞかし優秀な大学を卒業していらっしゃるのね。いえ、私は中学を卒業してからずっと働いていますので、大学には通っておりません。そう伝えた瞬間、今まで仏頂面で黙っていた彼の父親が声を荒げた。話が違うじゃないか。似合い相手が中卒なんて聞いてない。そんな学歴のない者が息子と会うわけないだろう。しかも、聞けば父親はたこ焼き屋だって言うじゃないか。そんな貧乏人と俺の家族が釣り合うはずがないだろう。ちょっとあなた、およしになって。わかってるのか、こいつは中卒だぞ。彼の父親は私を指差しわめいている。お前が止めようと、俺は事実を言っているだけだ。俺様はキャリアだぞ、官僚なんだぞ。キャリア官僚の息子の嫁候補が中卒、そんなことがあってたまるか。確かに社長から聞いて、彼の父親がキャリア官僚であることは知っていた。しかし自ら、俺様はキャリア官僚だと口にする目の前のおじさんにげんなりする。のぞみ、帰ろう。父親は優しい笑顔を私に向けた。とっとと帰れ。私もあなたのような人と親族になることは我慢ならない。あなたに娘の何がわかるのか。こんな人がお国の代表なら世も末だ。何、貴様誰に向かって物を言ってるのか分かってるのか。ええ、頭の固い肩書きにしがみつくことしかできない目の前のキャリア官僚にですよ。お父さん、ありがとう。私たちが帰ることは構いませんが、逆に大丈夫ですか？親が親なら子も子だな。二人してわけのわからないことを。そうですか。では失礼します。待ってください。帰ろうとした私たちをお見合い相手が引き止めた。父の非礼、私がお詫びします。大変申し訳ございません。しかし私はのぞみさんのことがもっとよく知りたい。え、私は思わず素で聞き返してしまった。今のやりとりのどこに知りたい要素があるのか謎だ。しかし彼の顔は真剣そのものだ。父さん、帰ってくれ。お前はまた何を血迷ったことを言っているんだ。こんな女、遊び相手にもならないだろう。もう父さん、恥ずかしいから黙ってくれよ。俺の気持ちの邪魔をしないでくれ。そうよ、あなたはいつもいつも肩書きばかり。今日だって本当はあなたを連れてきたくなかったのよ。それなのに誰よりも行く気満々で。今日の主役はあなたじゃないのよ。息子とのぞみさんでしょ。私の目の前でかなりヘビーな家族喧嘩が勃発している。それを私と父親はあっけに取られながらただただ見つめている。もうあなたは帰ってちょうだい。彼の父親は妻と息子から猛攻撃に遭い、タジタジになりながらも
俺は悪くない。と捨て台詞を残すと、逃げるように料亭から姿を消した。本当に、お恥ずかしいところをお見せしてしまってすみません。いえいえ、こちらこそ、ご主人に無礼を働きましたから。無礼だなんて、夫の言葉を借りるなら本当のことを言ったまでですわ。彼の母親はとても憤慨していたが、なんだか可愛らしい人だと思った。のぞみさん、父のこと本当に申し訳ありませんでした。しかし私が先ほどお話しさせていただいたことは本心です。ぜひ次の機会を設けていただけないでしょうか。彼は不思議と嫌な感じはしない。父親の顔を見るとニコッと笑った。ではまた日を改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。眩しい笑顔だった。それから数日後、私は彼と二人で食事をし、たくさんのことを話した。彼は母親になのか、あの横柄な父親とは似ても似つかない。私を見下すようなことはしないし、逆にこれまでのことを尊敬に値するとねぎらってくれた。そしてその後も何度か交流を重ね、彼との交際が始まったのだ。馬のあった私たちはその後数ヶ月で結婚の話が上がり、私は再度彼の両親と会うことになった。私は彼の「父さんのことは任せて」という言葉を信じた。のぞみさん、待ってたわ。よく来てくれたわね。嬉しいわ。私もまたお会いできて嬉しいです。お邪魔します。リビングにお邪魔すると、相変わらず仏頂面で彼の父親がふんぞり返って座っている。のぞみさんはチョコレートがお好きなのよね。今日はチョコレートの焼き菓子を作ってみたのよ。お口に合うかしら。ありがとうございます。いただきます。私もそれを口にし、おいしいことを伝え、その後も三人で話は盛り上がる。そしてそれが気に入らない彼の父親はいきなり立ち上がったと思ったら、私の手をつかんだ。もうこんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっとあなた何をしてるんですか。やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私をつかんでいる手をはたき落とすと父親をにらみつけた。お前は騙されていることがわからないのか。たこ焼き屋の娘なんて俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい。財産、誰のですか。もしかしてあなたのですか。私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか。無理でしょう。父親のたこ焼き屋はフランチャイズを展開し、多くの加盟店を抱えている。そして、冷凍食品でも多くの売り上げを上げているのだ。全くあなただって、のぞみさんのお父様のたこ焼き好きで、よく食べてるじゃない。スーパーに行くたびに、あのたこ焼き買ってきてって言ってるじゃないですか。え、あのたこ焼きって。そうですよ、あれはのぞみさんのお父様のたこ焼きですよ。うちもいつもお世話になってるのよ。ありがとうございます。ここまで見下されなければこのことを言うつもりはありませんでした。ただあなたがバカにしたたこ焼き屋はあなたの年収では足元にも及ばない年商を誇っています。だからあの時、大丈夫ですかって聞いたんですよ。そこで察してくれれば、すべてが丸く収まったのに、ただの負け惜しみとでも思ってたんでしょうね。言動を顧みてくれれば、あなたのプライドは守られたのに。残念です。彼の父親の顔は明らかに引きつっていた。しかし、引くに引けなくなっているのか、まだ反省の色を見せない。
だったら何だって言うんだ。俺がキャリアであることは変わらない。あれ、さっきまで貧乏人って罵ってませんでしたっけ。本当、父さんには呆れるよ。絶対に自分の非を認めたくないんだね。だったらこれはどうかな。彼は一枚の写真をテーブルに置いた。この写真を見た彼の母親と私は目が点となる。そこには彼の父親が若い女性にデレついている姿が写っている。すると彼の父親がものすごい勢いで写真に覆いかぶさった。その姿に私はちょっと笑ってしまう。しかし彼の母親は能面のような顔つきに変わる。まだあります。一枚出しては彼の父親がそれを奪う。また一枚出してはデジャブが繰り広げられる。そして最終的に彼は大量の写真を宙に投げた。バラバラと舞い散るデレ写真たち。彼の父親は顔面蒼白だ。あなた、みっともない真似はおやめになって。やっぱりあなたは浮気を働いていたんですね。これは違う。何かの間違いだ。これはそう、断れない政治家との接待だったんだ。先生たちを愚弄するのはおやめなさい。この写真に写っているのはあなたと女性だけじゃないですか。違う。話せばわかる。後に聞いた話では彼の母親は父親の浮気を疑い彼に相談を持ちかけていた。そして彼が興信所を使って父親の動向を探ったところ、真っ黒な証拠が上がってきたそうだ。何がキャリア官僚だよ、恥ずかしい。違うんだ、これには訳があるんだ。言い訳すんなよ、見苦しい。確かに父さんは学歴だけはあるよな。日本一の大学を卒業している努力はすごいと思うよ。でもなんだよこれ。こうやって頭の固い官僚は失脚していくんだよな。情けない。父さん、官僚続けられなくなったら何すんの。何もできないだろう。学歴も無駄とは言わないよ。でも俺は生きていく力がある人を尊敬するよ。そうね、あなたの言う通りだわ。私は今まであなたのすべてをフォローしてきたつもりです。その傲慢な態度も無礼な発言もすべて我慢してきました。すべては息子や私の両親に心配をかけたくなかったからです。あなた、ここまでご自分の力のみで成り上がったとお思いですか。そうではないはずよね。私の両親にあなたは数多く助けられていますよね。残念ね。今日であなたは後ろ盾も家族も失うのね。これも後に知り得たことだが、彼の父親がキャリア官僚であることは間違いない。しかしこれは彼の父親が一人の力でつかみ取ったものではなく、彼の母親の両親の後ろ盾があって手にできたものだった。彼の父親はそれを自分の能力と過信し、省での評判は良いものとは言えず、若手の官僚や同僚たちからも敬遠されていた。そして後日、彼の父親は省を退省したのだ。何でもこの事実が瞬く間に広がり、浮気相手は同じ省で働く機関業務職員だったことで、プライドの高い彼の父親は周りの目に耐えられず退省に至ったということだ。もちろん彼の両親は離婚した。彼の母親は多額の慰謝料を請求し、彼の父親はその支払いに追われた。そして彼の父親はキャリア官僚の天下りを目論んでいたようだが、途中退省の上に理由は浮気だ。これでは自身のプライドが許すレベルの転職は不可能だった。そして今では人目を避けるようにレストランの厨房に入り皿洗いの仕事をしていると聞く。一方、私は彼と年内に結婚する予定だ。結婚後は彼の自宅で
彼の母親と共に生活するつもりだ。彼の父親が目の前から消えたことで未来が一気に明るくなった。これからの新しい人生が楽しみで仕方がない。彼の父親は勉強はできたんでしょうけど、生きていく力はゼロでしたね。人への感謝の気持ちを忘れるとこういうことになるんですね。勉強になりました。彼の父親があんなんでも、息子さんがお母さんにでよかったです。これからの人生が幸せであふれることを願っています。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。